BMW3 シリーズ BMWE90E90、e、はドイツの自動車メーカー BMW が生産するスモールラグジュアリーカー3シリーズの第5世代に付けられたコードネームである E90 はセダン E91 はツーリングワゴン E92 はクーペ E93 はクーペカブリオレのモデルコードであるボディサイズがさらに拡大し 後席の居住性が改善された。エクステリアデザインは BMW のデザイナーである長島ジョージ。ガソリンエンジンは4気筒と6気筒の2種類であり、ヨーロッパなどではディーゼルターボエンジン搭載車も販売される。ランフラットタイヤが標準装着となり、スペアタイヤは装備されない。6気筒モデルでは電子制御ステアリングであるアクティブステアリングが設定可能。 グリルのデザインにより、4気筒車と6気筒車の判別が可能である。日本向けモデルのうち、セダンの大半は、南アフリカのロスリン工場にて生産され、クーペとカブリオレとツーリングについては、ドイツのミュンヘンもしくは、レーゲンスブルク工場にて生産される。なお、このシリーズは、BMW が販売している車種の中で、最も販売台数が多い。2008年秋には、 フェイスリフトが行われる。エクステリアは、キドニーグリルをよりワイドにし、エアインテークを拡大した新デザインのフロントバンパーとし、ボンネットには新たにラインを加え、シャープさを増した。ヘッドライトには、LED 式ターンインジケーターを採用し、立体的なグラフィックデザインも変更。テールライトは、L 型のデザインを強調し、LED ユニットを組み込んだタイプに変更。さらに、 日本向けミニハンドル車のアウタードアハンドルを専用設計にすることで、日本市場向けにボディサイズを全幅 1800mm へと従来より 15mm サイズダウンし、機械式立体駐車場の利用を考慮した。そして従来型のユーザーにも同様のパーツを販売する体制をとり、ユーザーの希望で車の車幅変更が可能としている。 インテリアでは8.8インチワイドモニターを採用した新世代のナビゲーションシステムを標準装備とし、アイドライブ等も最新型にアップデート、6つのエアバッグ、全席3点式、L はシートベルトとヘッドレストの装備、フロントシートのヘッドレストが衝撃に応じて作動するアクティブヘッドレストを標準装備し、追突時などの時の無知打ち症になるリスクが、 低減されるなど安全面でも充実を図った。また、アイドリングストップシステムやブレーキ時に改正発電を行い、バッテリーに電力を貯蔵する、ブレーキエナジーリジェネレーションを含むエフィシェントダイナミクスも適用され、環境に対するさらなる配慮も行われる。ありがとうございます。